どなたですか？じゃーん。なんでこのでっかいの？持って持って。プレゼントが増えてきた。あら、ダーリンが一番喜ぶのが来たって。今日、うん、すごいね。嬉しい？うん、正解です。サプライズは怒られるから。なんか分かった？これカモミールって。なんで分かる？カモミールってトトロさん。ほんとだ、ハニーバニラって。いい匂いそうだね、ちょうね、うん、好みあるかもしれんけど大丈夫だと思う。ちょっとカフェインフリーのやつよ。ちょ、寝れそうじゃない？寝れそうでしょ、うん、だからチャレンジ。女性はできて男性ができないという噂ので、ルールが壁から一歩で二歩分、三歩目作って三歩目に両足揃える。両足揃えたら腰90度に曲げて頭を壁につけて、このあと椅子を胸元で持って持ったら起き上がるみたいなっていうゲーム。こっちから、うん、1、2、3、90? うん、で胸元に引いて、うん、で起き上がれる。3、2、1。余裕。何の意味？わからないんだけど。なんか起き上がれない人がいるじゃん。起き上がれない人いたね。うん、1、2、3、90度回ってるけど、ちょどこが曲がる。持ち上げる、うん、いくよ、うん、3、できる気がするけど、1、うん、1 できた。、ねうん、じゃあ待って、偽物の足でだったら3歩分が大きくなるさ。革靴だから元の足よりちょっと大きい。もう前に行っちゃうってよ。うん、さっきと違う。そしたらこうやる。あ、怖い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 。じゃあこの状態でくすんだよ。この辺で怖い怖い。やったら、これも完全におかしいぐらい斜めってるでしょ。斜めってるよ。ねえ、これは無理だぜ。無理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 。やってみて、この辺、この辺。あ、距離の問題なんけ？多分距離だね。ていうかもう頭届かんけど。まず上に持ち上げて。待って、ドア壊れない？大丈夫大丈夫。起き上がる。足が離れるからさ、うん、重心が。もうあれだよ。ずれてる。前にガンっていくパターン。前歯割れるパターン。これがちょっと下がってくると、もう無理。あっ、この辺から怪しい気がする。おでこがガンっていくって。ずり上げたらさ、いけるかな。危ない。これも3歩行ってない？怖いけど。待って。違う、もうさ、壁がなかった。だからもう、どっか行くってよ、体が。起き上がって。どうやって？謎が解けた。見てるだけでわからんね。うん、ぜひやってみて。チェアチャレンジでググれば入れてくる。あれと似てるよ。昔座って、なんか座ってからさ、こんなってやられたらさ、起き上がれないとかなかった？立ってみて。ドン。立ってね。顔が面白いね。どこに力入れたらいい？怖い。誰かやってくれ。バイバイ。バイバイ。うん。